OK，来，好的，各位安，我是奥修，欢迎收看《Final Fantasy Fifty》。那么今天这一场实况呢，依旧还是先只做退去，后续再上传到 YouTube 上，因为海外线路，挂了，我不知道为什么，但是它挂了。Is that working 那个？可以，下一个任务是什么？等一下，声音跟那个有点搭不上。哎，怎么会这样？等我一下，等我一下，我大概知道为什么，我调整一下。有了有了，恢复了。那是截取卡有问题，所以他才秀逗了一下。晚安。好像没有低等任务了。那就先来做这个吧。第一句。有啊，第一句我检查了啊。那去第二句吧。哦，我终于有5万多块可以花了，努力工作赚钱，整个15代就一直在我不断的打杂赚钱中度过。準備はできているか。あ、よし、行くか。L99？ 什么是 L99？ 啊，你说99级那个任务哦？也不会怎样，就是过去，然后我被打爆了，然后独挡再重来。那一个任务是打死孩的，我蛮有兴趣的那一个任务，因为那个任务说我们要打的死孩是一个长得很漂亮的，长得很漂亮的死孩，这样形容好像怪怪的。反正就是一个死孩，然后他长得有女性的外表，然后特别漂亮啊，身材很好之类的啊，然后请我们看能不能帮我们，能不能说我们帮他解决这个问题啊？可是。我说你看等级99靠 you 啊，那个摆明了就是过去只有被屌打的份啊。其实像我现在吼，角色等级50级，那我也不是真的就可以做50级的任务。我如果去做50级的任务吼，其实还是会有很大几率会被人家屌打。而且像其实蛮有趣的一点就是，敌人等级只要高出个我2、3级，他就变得特别硬，很难打。这个就是我真的是，我觉得他的那个就是，其实该怎么讲呢？我觉得从原本的雷光归来之类的开始，他比较不提倡就是等级碾压了，他比较都提倡于说装备啊，或是技术操作啊这一块东西了，就是他。不再让你玩说你要靠你靠等级就可以无脑玩，那基本上都是希望你说多多利用你自己本身手头有的装备啊，跟你的操作性来去达成你的任务。我觉得这基本上也是一部分动作游戏希望你做到的事情啊。等级碾压这种东西，大概都是到可能会比较后期，你要刷一些就是。举个例子，以人王来讲好了啦。日が暮れてきたな。你打人王的时候，不就是そろそろ有同样的状今夜况，の就宿泊場所を決是，めてくれ。そうしようぜ。这怎么讲嘞？你虽然等级可以有很高的那个了，可是你不会去刷，你不会去刷那个啊，你不会去刷你在那个啊，你不会去刷你在那个。
你反正你不会去刷低等的怪了啊，因为低等的怪对于说他们的东西对你来讲没有意义了啊，所以你会去刷高等的怪啊，所以等级碾压这个问题就会变成是比较不怎么存在的一个问题了啊。午安，反正你就是不会再像以前一样说我可以靠等级碾压来无脑玩一款游戏，现在越来越比较趋向于说你要有技术的玩法，要或者是装备的玩法。ノクト、クローズネスト行かない？またジャンクフードか。凌晨还没到凌晨吧？我那个时间点玩也是十一点吧，还是十点开始玩的？こちらでよろしいですか？ありがとうございました。いつもありがとうございます。こちらでよろしいですか？反正有钱就是要看你乱花钱。钱是赚来干嘛的？赚来花的啊！疲れた面しとるな。うちで小休止と行こうや。タイミングバッチリだぜ。后面第三那个破土的。いい朝だな。あ。あ。本来想吃点东西上 buff， 后来想想，我手头其实素材还蛮多的。準備はできているか？あ。やっぱさ、あのこと一枚取ろう。ケニークロウ、ノクトも取りたいよね。你这个话拜托你下次早点讲好不好？人家都开走了，你才在那讲。もういいぞ。よし、じゃあ配置考えないとな。我越来越，必须要说真的，十五代吼，就是贫穷贵公子的公主，公路旅行。落魄王子的他不是世界冒险，落魄王子生活路。我们根本不管主线啊，就是拼命四处打杂，然后赚钱啊。はい、取ります。而且认真来讲啊，他们现在这个行动，在某种程度上就是一种欧洲之旅啊。十几年前不是很流行，快二十年前的时候不是很流行去哪边打工，有没有？一边打工一边玩啊，欧洲，或者是美国，或者是哪边啊？你就去那边一边打工一边不断的四处游玩啊。我现在大概就是大概率就是这种概念啊。整个 FF15 玩到现在就是一直都在做这些事情啊，四处打工赚了一点钱，然后往下一个地方去玩，然后再赚一点钱，再往下一个地方去玩啊，就重复这样的动作而已啊，我根本什么事也没干啊。我好像看到那边有楼梯，是不是？该不会是要我从这个楼梯上去检查那个电线杆吧？我们去那边看一下，感觉好像真的是这样哎、欸，不对啊，这款游戏玩到现在，我还没看过我们的角色有爬过楼梯耶、欸。哦，不对，有啦有啦有啦，干，他有爬过楼梯，我忘记了。哦，能不能？喂，ノクト、上だ。
哦，我懂了，所以另外一端也是要爬楼梯。王子复仇记啊，其实这个也是我一直纳闷的事哎、欸，我到底在复什么仇啊？我明明就只是单纯的是全世界乱跑，然后打工赚钱，然后继续往下一个地方去旅行，我就重复做这样的事情而已啊。哦吼，哎，今天游戏动起来有点累格哎、欸，为什么这样？真的哎、欸，有点累格哎、欸。寒冰徽章，大丈夫そうだな。問題は多分なし。多分なし。我这样跳下去，不知道会不会摔死？再试看看。等一下，在跳之前先做个记录。如果真的摔死，他妈还要独挡，我到时候变成又重来，爬下梯子，我就不爬，我跳，我跳，我跳。啊！没摔死，但是少了一半的血。魔導エンジンの音がする。哦，你以为我会理你吗，笨蛋？準備はできているか？あ。あれ？这样开过去，那一定会打架了啊！他刚好堵在那一边。哦，没有，他不是在马路上啊，就没差了啊。那我们就开我们的了，不用理他。那等一下也有一个困扰，不是困扰，等一下应该要存档重读一下游戏看看，有点累个哎，我自己有这种感觉。啊，忘记放音乐了。对了，顺带一提啊，整个有趣的事情，我本来前几天跟我朋友聊天，然后我们聊到了那个《魔塔大陆》这一款作品，因为《魔塔大陆》呢，现在也是光荣旗下的，然后也是制作那个制作《炼金术师》那个团队制作的，我知道的讯息是这样啦。然后呢，我们聊到《魔塔大陆》，我就发现说，哎，我《魔塔大陆》刚好有一代跟三代，但是没有二代，所以我就。菠萝说：“直接上网买了二代，那买二代，因为就是没有免运嘛，我就想说，那反正都要付运费，那就多挑一款游戏片那样子。结果呢，好笑就好笑在这里。当我多挑了一款游戏片，我想说，哎、欸，有一款叫《武器种族传说》，因为这款作品我也有。那我就想说，哎、欸，干《武器种族传说：淬风之旅》，哎、欸，会不会是续作呢？我就抱着这样的心情哦、喔，我就想说啊，那就买来玩看看好了。”那今天到货了嘛？今天到货了之后，我就怎么样呢？我就毫不犹豫的去领回来了。结果我在，因为我不是说我买了游戏，我都会替他做这个资料，然后我就去找他的资料来看啊。结果一看，嗨，居然《淬风传说》是他妈的粉丝格斗游戏，就跟《光明格斗》一样那一种的。是属于粉丝类的格斗游戏，我妈的嘞，搞屁哦！因为我其实对这种粉丝类格斗游戏并不是说很热衷，然后我是觉得干有点亏啊，因为粉丝类格斗游戏在某种程度上来讲，我真的不太有兴趣。我个人比较你甚至是其他的小游戏 SLG 之类也好。可是粉丝格斗游戏就比较没有什么主线内容啊，就是格斗游戏啊，我就顶多就可能就打个 Kimochi 一下而已，就不会再去玩它了啊。所以后来我就跟我朋友讲这件事啊，我就吐槽我自己啊，我说搞屁啊，买错了啊。然后后来想一想，算了，无所谓，买都买了嘛，就当做未来玩《武器种族传说》的时候的一个彩蛋的啊。問題は多分。好北位不是啊，我们
我们买游戏有时候不就真的是这样子吗？真的是在欧北位啊。倒不如说，很多时候买游戏片真的就是，反正价格妥当了啊，然后对他的那个人物设定或介绍感到兴趣，然后就买了啊，就自然而然真的就是欧北位了、啊。对，坦白讲，要不是真的家里已经没空间了齁，连以前那些卡带类的东西，我也是真的很想买回来放啊。而且我看到我妈今天，应该说昨天，她买了一个柜子，一个北梯亚白铁的。不是白铁，单纯铁的柜子。然后呢，它就是要拿来放一些生活用品的。然后我就看那个柜子的大小啊，再加上它有轮子，我就越想越觉得说，干，这种柜子好像不错哎、欸，好像蛮适合拿来放游戏片的。哎、欸，各位还记得我讲过的，就是现在已经人不用出差的状况之下。我就开始就越来越去在脑袋里面在思考着我自己家里的房间要怎么重新整顿，让可能不是可能啊，就是纯粹的，就是说我可以开始对自己的房间做一些整理跟整顿，那我是不是就可以利用这个机会啊，再多增加几个柜子，再多买一些游戏。坦白讲，真的，那这个念头一旦出来了之后，真的很难停下来。然后最近也在看什么？我在看新的电视。然后其实先前我也有讲过嘛，有机会我都把我对房间的一个规划，然后换成画一张 3D 图给各位看。因为之前刚好就是有段时间就是有。やばいのって。哎，反正有主管就叫我们开始学一些3D 室内设计的东西啊。こいつを報告するか。那就是因为这样子，所以那一段时间算是学了一点这样子的东西之后，觉得可以应用在自己对于就是想要规划房间这件事情，哎、欸，很有帮助啊。那我就觉得说这是蛮有搞头的啊。如果真的到时候，要开始动工之前啊，自己就先画个 3D 图，然后我就可以分享给大家看，然后我也可以直观的确认说我自己房间的一些东西是不是可以再做怎么样的调整，然后呢，無事に着いたな，就真的可以去考虑往日本下定整箱整箱的游戏回来。而且如果真的从日本下定那些卡夹游戏的话，到时候我也会实控，我就会去买那一台那个 Retro Freak， 那一个可以玩13种，它同时支援13种那个主机的那一台游戏机，我就可以玩 FC、Sega、SFC。毕竟有些作品啊，它现在没有重置过啊，它本身。在当年又是相当的，也不能说到相当啊，就是让我个人会是相当喜欢的一款作品。那可以用这种方式去回味，真的是，真的是很，很符合我想要做的事情。じゃああとは普通の点検だけで済むか。ああ、一個壊れてた。やっぱりそうか。どうも。
場所が分かればすぐ修理できる。もし電力が止まりでもしたら、夜人を守る光も作れないからね。ありがとう。これお礼。还有人问到底有多少事情、啊、元気ハンター君。まあな、そっちは元気ねえじゃん。会社から照明の点検頼まれちゃって、ハンターは今出払ってるそうで、私ならいけるだろって特別手当付き。あんたならいけるって。日帰りできないかもしれない場所なのがね、死骸相手じゃさ。でも照明の点検は責任もある仕事だし。行ってきてやろうか。え、ああ、でもそれ無責任だし。你都讲出口了。うん、やっぱり私じゃ無理か。ごめん、頼むよ。特产店巴布斯特、只有一间吗？不可能，我不信。哦，不信。お、先过个夜吧。こんな感じで喧嘩止めたのかな。静かな凄みがあったな。死骸に驚いた人物とは思えないくらいだ。ああ、ビビったわ。何でも引き受けちゃうんだね。周囲はできる人間に頼んでくるからな。二十几的任务。点検整備とはいえ、場所は外だ。無茶をする。つかほとんどハンター仕事だしな。え、对啊，奖金猎人工作怎么会交给一个普通的工作人员，这不是很怪吗？妈的，连游戏世界都他妈工作不分，反正有人做就好。啊、哎，お疲れではありませんか。お部屋すぐに。本当自撮り好きだよな。俺だって映りたいじゃん。うっす。ああ、对了 ，AP 有100多了，稍微来点一下，看有什么可以点的。ちっと休もうぜ。照明ってあれか。ああそうだ。特に問題なさそうだ。次に行こう。不知道检查几个。あ、準備はできているか。あ。我忘记看，
我一时间按的太快了，他这样子变成又要开车过去。也没有，如果是我们去过的地方，他就可以直接快转过去，这不是很方便吗？店入ろうぜ。うん、行こう。ノクトも来てよ。他刚才又顿了。お、今度はあれだね。さっさと点検するぞ。用按住奔跑有个好处，哎，附近如果有东西，它会自己跑过去。着いた。やっと人のいる場所に来られたな。我最近几期的实况全部都是单纯的，只是在那边跑来跑去的打杂。好面白い。何が面白い？これで最後の点検だな。今度も大丈夫かな？もうコリン、这个一定有问题。気をつけろ。現れたか。行くよ、アンダー君。アンダー君。うちにもモンスターいるじゃん。よし、戦ってこい。いや、無駄に行くとかないでしょ。これで決めよう。油断したな、ノクト。さあ、プロンプト参上ってね。その調子だ、ノクト。さあ。よし、倒したかな。いくらホリーでも危ないよね。強さは分かんねえけど、ハンター不足も関係しているんだろう。死骸は増えてるっていうしな。我觉得就算是ホリー对这些搞不好也是可以吊打这些怪物啊。行こうぜ。ああ我在想，做完这个任务应该可以先去做一些做主线的，因为身上大概有五万多块，应该够用了。等没钱的时候再继续来打工。而且主线已经要离开这块大陆了啊，所以。おかえり、どうだった？見えてきた。大丈夫だった。ごめんね。もうこんな頼み方しないよ。ちょっと反省した。うん。何でも引き受けすぎだよね。
最近じゃ手に負えなくて回らなくて困って、それじゃ仕事になってないってやっと気づいたんだよね。私、死骸に襲われて死んだ友達がいるんだ。光を作るこの会社に入ったのはそんな子増やしたくなかったから。じゃあ死骸ダメっての？うん、思い出しちゃって。これからはさ、できないことはできないって言うよ。それが人を守るこの仕事に責任を持つってことだからさ。本当にどうもありがとね、ハンター君。あ、忘れるとこだった。はい、お礼。よう。頼まれたら引き受けてたけど、安請け合いしすぎたかな。よう、2万块了。舒服。仕事に誇りを持って。哎，该去干一下主线的了。主线很久都没有做了。打杂过头的时候，真的就会发现，等级莫名其妙的变得很高，然后，イリスの手料理楽しみだな。それは聞き捨てならないな。いや、イグニスのはもちろんだけど、女の子の料理ってのがさ。こんにちは。高级猫罐头。先买一个放在身上吧，因为你不知道什么时候会用到。ありがとうございます。またどうぞ。我直觉告诉我，这个高级猫罐头哦，迟早很快啊，很快就会用到了。頼むな。我忘记我要去种萝卜齁。ありがとうな。よし。楽しみに待ってな。よし、終わったら連絡するぜ。おお。腰が。よし、楽しみに待ってな。ライトつけるぞ。それ？あ、要先坐電梯。出发。狗狗。今すぐ行く。我还以为是往上升，想说往上升要怎么搭船，现在是要到地下港口啊！哦吼，那个かっこいいの感じ。ノクティス様、ちょうど将軍も来てますよ。ノクト、もう出発だね。さっきちゃんとレガリアも積んだよ。哦，レガリア也上船。
言いそびれていたことがある。あ、何？すまなかった。陛下を守ることができず、何もかもが至らなかった。俺の力不足だ。お、守りようがなかったってな。ね、分かってやってくれ。別に分かってるし。ただな、仲間は大事にしてやれよ。してるし。いくら結果が変わんねえとしてもだ、抱えたもんを話してくれねってな、辛いもんだ。お供が護衛じゃねってのはそういう意味なんだ。頼れよってな。他们不是护卫，而是同伴。先方が大いに越したことはない。これをやる。武器だけでなく魔法も使え。強力な道具だが仲間を巻き込むなよ。こいつを扱う役は先に決めておけ。強力な道具だが仲間を巻き込むなよ。こいつを扱う役は先に決めておけ。照你这样讲，我还不他妈的把我的魔法先。我再多做一点魔法，然后给伊格尼斯好了。感觉伊格尼斯只要挂一些道具装备，他就可以放比较强大的魔法。记得我有提升哦，有提升魔力的，在这里。辟邪加最多了。超交通工具有点缺啊，等下我怎么过去？準備できてんだろ？さっさと乗るな。欸，以后该不会连这艘船我都可以自由开吧？あの、どうした？出航。章节结束。这张可以存。各自的使命。哇，移动范围这么远啊。
以后我应该可以在不同的大陆之间四处游走。花嫁姿見られなくて残念だったな。水神討伐の準備随分と慎重だったね。軍動かすの結構大変？いらん心配だ。まあ異国出身の人間なんてって頭固いのもいるからね。ルナ・フレーナ様には会えた。いや、あの人も食わせもんだな。適当なこと言って。何にせよお兄様としては討伐を急ぎたいだろうけど。俺、神話に詳しくてね。海だ。なんかこういう船で旅してみたかったんだよね。インソムニアにいたらなかなかこういう機会はねえから。おお、どこまで行っても見える水面。对嘛，我觉得驾驶交通工具就是应该要有这种视角啊。神秘。オルティシエまではたっぷり時間があるからな。好きなだけ感動したらいい。船が着いたら他の国なんだよね。ああ。なんだか不思議な気分だな。やっと当初の目的地に着くってわけだ。苦労したよな。だが。ついて終わりじゃない。今度は水神なんだっけ？どんな性格の神様なんだろうな。神話では気性が荒いとされているが、相手がどうでもやんねえと。ルナ・フレーナ様も頑張ってくれてるんだもんね。再会楽しみでしょう。ルナ？うん。まあ無事かどうか確認しねえと。ああ、まずはそこからだな。帝国領だってのがちと心配だ。心配って？ルナ・フレーナ様？ルシス襲撃の目的の一つは指輪だ。相手がルナ・フレーナ様とはいえ、あの国がどんな手に出るかわからない。指輪がなきゃクリスタルもただの石だからな。ああ、そっか。でもなんで指輪はルナ・フレーナ様か。状況から考えると、王都で陛下が託されたんだろうと思う。ずっと指輪を守りながらオルティシエに行くか。水神の方も大事だけどな。まずは会って解放してやんねえと。そういえば帝国軍のレイブスだが、あ、彼の腕が義手だったのを覚えているか。ああ覚えてるぞ。王と襲撃の中で失ったそうだ。だが同時に何か得意な力を手にしたという。力だとすりゃ相当なもんだな。いきなりテネブライ人が将軍に抜擢されてんだ。就是说他没有死，还得到了特别的力量。思えないほどだった。カンナギの一族だからかと思ったけど。それもなくはねえだろうが。だが確かに尋常じゃなかった。あいつにも何かあったってこと。そしてこれはあくまで噂だが、奴は今陛下の剣を携えている。何？親父の？そいつはどういう意味だ。王様のお墓と同じってこと？わからない。だが王家の力と関連はなさそうだ。何より使っている様子はないと。うん。力を手にした割には最小に頭が上がらねえし、その陰で敵の形見を大事に持ち歩く。どういうつもりなんだろう。そう、水神のところにもやっぱり帝国は来るよね。可能性は大いにある。奴らが巨神を襲ったのは六神の力がノクトへ渡るのを防ぐためだ。あの時は先に着いたんだよね。案内があって。あいつどう動くんだろうな。最初の目的はわからない。レイブスと会った時も俺たちを見逃してくれたけど。なんかムカついたけどな。結果として助けられてる気はするが、言うほど善意でもねえって印象だ。また来るのかな。会いたくはないな。嫌ってるよね。不真面目なやつだからな。違うんだ。グラディオも言う通り、彼には善意でという印象がない。手助けされる状況に陥るたび非難の目を向けられている気がするんだ。まあ言われれば。考えすぎじゃないかもな。だが油断はできないと思ってる。親父の指輪はもうすぐ帰ってくんのか。ああ、オルティシエでもらう。よかったな。王家の誇りなんだっつってたぜ。あ、
親父が王家の思いを背負うって覚悟がいる表がそれを光栄に思うってよ王になった顔ってのは写真でしか見てねえがな陛下の即位式には出なかったのかその頃には外にいたからなでも呼ばれただろうお前の親父とは旅の最後に喧嘩別れしてんのさそうなのだが連絡を取り合っていると数年後には会話したさだが一度も顔は合わしてね出向いてありゃよかったなま今さらだなレガリアは積んでるがしばらくはオルティシエにいいんだろうああそうなると思ううん整備だけはしとくぜシドニーが見てたからな大していじるところもねえだろうが为什么听起来我觉得我的车都会被改造成可以在海上走啊した分成長したさえ苦労って親御さんの喧嘩つらかったろうよ親が死んだのは物事を分かってからだからな今じゃ能天気に見えんだろまあ明るくっていうかありゃ本人の努力だオルティシエには何度か行ったことがあるのかうん行ったってな一度ただしばらく滞在したどんな町でけえ町だそんだけかよ太田とはいろいろ違うざっくりしすぎ異国の首都だからな一言には絞れない違いがあるはずだいい経験になるだろうよだいぶ話し込んだがそろそろオルティシエに着くんじゃねえかああもうすぐだ天気が持ってよかったな着いたらまずは宿を探そうなんで難しい顔いつものことだろまあ心配してんだろうよ野宿でいいなら構わないが宿じゃねえが知り合いの店があるおおウィスカムって親父とも旅したやつだもしかして工場にあった写真に写ってたそうだ店はメシ屋だったかまあ顔出してみなああでなんてとこだなんつったっけなマーコそんな名前だマーコまあ探してみな昔話の一つでも聞けるだろう水神を目覚めさせる儀式を行うことについては演説の中で説明すると政府を通じて発表がありました電波入った一時は死亡されたという情報も流れていたルナ・フレーナ様ですがこの演説で調印式の襲撃事件以来初めて公の場に姿を見せることとなりますルナ・フレーナ様の演説らしいなおおまた世界が活気づくわようやくお会いできそうだなあああ、接下来的旅行看不到西多尼有没有其他妹子可以成为我心灵疗愈的对象这个水珠也未免太正点了吧そこの船通行証は通行証慌てんなちゃんとあるおり随分と古いなまあいい行ってよしあらかじめ準備をしてねえよ30年前のだ古いってのはそういうことかまさか通るとはねそんなもんなのか这个水渡的设计真的好特别哦，看起来它是分层哎。哦，这样比较起来，就觉得我们的船还真的蛮大的。街だな
水の都って呼ばれるのも納得だぜ。ああ、街中の移動にはゴンドラと呼ばれる船を使うらしい。ゴンドラ。おお、何それ面白そう。はい。ああ、ノクティス。あ、船の鍵だ。今度から自分で動かしてみな。やっぱり之後还有船可以开啊。エギスの操船にも耐えたんだ。簡単には沈まねえよ。キーハルばっかが王様じゃねえ。いろんなもん見て回ってこい。推进故事剧情之后，就可以开这艘船。四处逛逛吧，不要挡路，走开啦！今度は入国審査？通行証だけじゃねえのか？おい待て、入国の目的は？あっと、光光。イグニス、頼む。仕方ないな。我々は帰国の文化を勉強しております。今回は郷土料理と食材の研究のために。おお、そうでしたか。お仕事がはかどりますように。貸しが一つ増えたな。真会讲。ついてね。早速闘技場に行こうぜ。さて、店を探すか。ウィスカムさんの店、マーゴだっけ？ああ、飲食店だと言っていたな。んじゃ、まずはそこか。宿はどこにする？寻找マーゴ。綺麗なとこだね。意外と都会だな。あ、マーゴ肯定就是这种船啊。就长这个样子。あ。水上计程车。これ見てみろ。どうした？何？どっち？这不是我刚才看过了。ホテルに泊まんないのか？気取ったとこすかねえのさ。飯は？老人だって心配してんのか。飯くらいなんとかしてるわ。ウィスカムもそのうち酒持ってくんだろう。好了，你们都约好了，干嘛还要叫我去找店啊？就等他过来带我们就好啦。ねえ、ルナフレーナ様のドレス展示続けてるらしいよ。え、ビビアンの？婚礼用の？でもあれ追悼のためって。今度は無事だったってお祝いなんだって。展示延長してるから見に行っとこうよ。ドレスって前に新聞で見たやつかな？そうだろう、店の名前が同じだ。見に行かない？式は中止のまんまだからな。新郎には複雑なとこだろうが。でもほら、二度とやらないってわけじゃないんだし。そうだな、歩きながら探してみるか。お、礼服を一定要去看一下。いらっしゃいませ、ごゆっくりご覧ください。ほほう、这个骑士脚链还蛮不错的。先不花钱。またいらしてくださいね。先不花钱的，等阵子再说。つけたいかって言われたらあれだけど。でも俺もそう思った。よくわかんないけど、高性能らしいし、帝国製って渋いよな。手臂？你想装什么手臂啊？
やべえ、好大的一个地方啊！而且我看出来，他真的在这个地方就是要靠着那船在那边四处游走哎。感觉在这里更容易迷路。ジャケット脱いだらどうだ。哦，这边可以钓鱼哎。切れる前にライン交換しとけよ。那钓一下啊。ルアーの重さをもう少し感じて投げた方がいいぜ。哎呦，这边的鱼，哎，やべえ。ライン弱ってたっぽいね。だな。不够力呀、啊，我的线。少年場だ。頑張れよ。ああ、よし、大物だ。でっか。那一千五，还只能钓一条。这附近有没有那个啊？有没有介绍这里有什么鱼可以钓的牌子、啊？算了，参观的事情先放到一旁吧，我们就先去我们的目的地。我是觉得这里应该有不少东西可以参观呐、啊，而反正会在这边绕很久。也不知道很久，应该会在这边待上一段时间，所以干脆就我们先去做我们的事情，然后之后呢，一定有任务会要我们参观这座城市，就跟那个点检一样啊。搭船过去吗？我觉得搭船过去好了。楽しい楽しいゴンドラだ。ちょっと乗ってみるかい？哎、欸，而且搭这种船不就是，好像威尼斯也就是这种船当做交通工具的。そろそろ宿に入ろう。
どうも。帰り道もよろしくね。はい、よろしくね。ようこそご一行様。さっき城から連絡があったよ。私はウィスカム・アルマ。こんにちは、ケニー・クローザーのクローズネストの幸せいっぱい。我们不小心把他的话打断了。初めての来訪だろ。この町はどうだ。聞きたいことがあれば答えるよ。ここって帝国の属国なんだよな。そこまで警戒することはないよ。ただこの国は自治が認められてるだけだからな。帝国の人間もしょっちゅう出入りしてる。心得ておこう。確かに立場としては微妙だよ。何かするにも帝国の許可がいるはずだ。生きていたカンナギが町で演説するというし、政府は帝国をどうごまかしているやら。カンナギが演説するって本当か？らしいね。ラジオでも連日流れてる。あと会不会只是一个陷阱？街にはいらっしゃるだろうけど、お見かけしてはいないよ。新聞や雑誌も所在には触れない。政府が厳しく情報を管理してるのかな。帝国の上層部が苦い顔して帰ってったなんて噂も聞くね。水準に変わった様子はねえか。港は穏やかなもんだよ。でも近く政府は神殿を開けるらしいね。儀式のためにか。ところが一方で食料や生活物資の備蓄に奔走しているそうだ。水神が暴れて町に被害が出ると思ってる。ならどうして儀式をさせるんだろうね。听起来就是帝国军在搞事啊。帝国軍はよく来るのか。町にも店にもよく来るよ。市民にとっちゃ彼らの姿は見慣れたもんだ。先日はレイブス将軍を見たって大騒ぎさ。レイブス。ルシスで巨神襲撃の騒ぎがあっただろう。町じゃ次はここだろうって話で持ちきりだ。帝国は世界を征服するために神々を狙い始めたんだってね。まあ何かあればこの店を頼ってくれ。あ、ありがとうな。いらっしゃい。久々だな。有名人が来てるって聞いてね。へえ、耳のいいことだ。这个爸爸是谁？でも買うかな。お疲れのところ失礼するわ。私はカメリア・クラウストラ。ノクト。彼女はアコルドの首相だ。アコルド政府は今カンナギを保護しているんだけれど、帝国が身柄を引き渡せとうるさくてね。へえ。でもうちもタダで動くつもりはない。どう、取引をしない？ルシスの王様。答えは官邸で聞くわ。邪魔したわね。谈比交易。わかりづらいだろう。だがあれでも意外と誠実な人間でね。そうなんですか。何にせよ船旅の疲れがあるだろう。町には宿もある。まず休んだらどうかな。そうするわ。首相は独立したがってるしね。したくないんだよ。君は君の考えで動けばいい。だが準備は怠らず慎重期して臨みなさい。町で困った時はいつでも店においで。ゴンドラに乗った景色でも。またマーグに首相が来たって。仲がいいね、あいつも。ああ这里可以行动的就大概就这样子而已。らっしゃい。魚ならうちで買っていきな。おお、好多。我操，10万块的鱼子酱啊，我的妈呀。
太珍贵了啦。いらっしゃい。ゆっくり見ていってよ。都是杂货。どうも。どうぞごひいきに。そうか。どうしたイグニス。新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。なんか教会をじっと見つめてたけどさ、妹さんが結婚式あげる予定だったかしらもんね。でも将軍は襲撃のこと知ってたでしょ。なんで将軍なの。知ってて言わなかったとかだったら超複雑じゃない。宿はどこにする。いやゴンドラ乗ってかない。どこまで。他要我去的地方是我先确认，我先确认他要我去哪边。哦，好期待哦。所以这个点是李威旅馆站。また会おう。但这个就明明可以略过，直接过去。那为什么开车的时候就不让我有略过的选项？一定要到达过一次。像那边秘密我就没去过啊。你谁？哦，这样可以买东西吗？我听你在装。いらっしゃい。ゆっくり見てて。还真的可以耶。すげえ。どうぞごひいきに。原来如此，如果你一边开船的附近有商店的话，可以直接做生意，还不错嘛，真的是满满的威尼斯感啊。其实蛮纳闷，为什么他开船的那一个看起来那么像是一般的打水的那一个叫什么？就是一直上下摇啊，就可以把水给吸出来的那一个东西。帰り道もよろしくね。ノクト、これを見てみないか。どうした？
刚才趁着他开船去上了一下厕所。ノクト、これ乗ってみたくない？刚才不是搭了吗？哦。元気やな。この先の厳しい戦いに備え、時を戻すことを望むなら叶えましょう。はい？什么意思？过往记忆。看不懂。哦，意思是，哎，嗯，啊，部分海域中自由移动。哦吼，なるほど。二十四史护身符，护符。我一直以为他穿的只是普通裙子啊，走开呀！哎，不能按拍照啊，可恶！哇，他的穿着我现在才第一次仔细看，我很好奇。早くドレスのお店行こうよ。ゴンドラの駅を調べないと。歩いちゃおうよ。遠くないよ。結構近いみたい。哎，所以现在可以过去看吗？好像真的蛮近的。还是，あれ？どこ？我任务地点在哪里啊？没有写。あれ？ Vivian West Udo， 刚才说很近，在附近吗？どうする？首相のとこに行くの？ま。大して選択肢もねえからな。向かうにしても準備を整えよう。何が起こるかわからないからな。ああ、それからだ。用走就会到的地方哪里呀？武器販売といえばうち、見ていくかい？おお、这里居然还有卖仙水剑、飞龙之枪。どうも。英雄之盾。物足りなくなったらまたおいで。ノクティスジョプチア。
握小强技已经练满了、欸。星光弹也满了。お、ノクト、見てくれ。なんだ？どこに泊まろうか。属国における平和の姿か。ヴィヴィアンってこっちでいいの？うん、官邸がある通りだってさ。こっちで会っているようだな。おお、在这边啊，去看一下。我对他那个结婚礼服其实是蛮感兴趣的。だそうよ、ビビアン。あら、ずいぶん遠いわね。店を目指している人が多いな。お、ん？是我搞错还是？哎，这不就回来了？哎。那我觉得应该是这家店。イリスは相変わらず面倒見がいいな。そうだな。そういや、お前ら昔からよく話してるよな。あ、頼りない王子の話でよく盛り上がっているな。あ、どういう意味だよ。这里也有元素可以吸收，那代表这附近一定有那个啊，这附近一定有要战斗的之类的啊。按错了，按到百万治疗剂了，搞屁呀、啊！懒懒到底在哪里呀、啊？怎么找不到？哎、欸，会不会这个？嗯，会不会他说的展览其实讲白了一点，就是讲白一点就是要你探索这整条街的一个理由。すみません、ルナフレーナ様のドレスのお店はどちらでしょうか？この通りを官邸の方へまっすぐです。
でも人が多くてなかなか見えませんよ。あら、そうですか。覚悟して向かいますね。嬉しそうだな。ルナフレーナ様ってやっぱすごい。改めて実感させられる。这条街的方向一直走，那到底是哪里呀？感觉应该不是在下面。哇，关太久了，都凌晨一点了。感觉起来应该是这条路。やっぱり綺麗だね。私も同じ感じにしたいな。そうだね。じゃあ王子の衣装もどっかで頼まないと。王子の方まで期待されてるな。いいね。平和の象徴だね。うん。おお、在这里だ。やっぱり人いる。あのドレスか。見事だな。有点眼熟啊，这件衣服。みんな楽しそうだ。顔がなんかこう幸せそうでさ。ああ。ルナフレーナ様、ご無事でよかったね。うん。こりゃもう一回しっかり平和の象徴にならねえとな。面倒はさっさと済ませて式のあたりからやり直そうぜ。それがいい。考えとく。ちゃんと。あ。こいつもうまそうだな。飲んできてもいいぞ。後でマーグにでも行くか。我妈的，这边有任务是啊，要在下面接。嗯，反正人都来了，干脆就在这边把主线给解决掉吧。不过呢，我决定先休息，晚一点再继续。好啦，那今天这一场实况就先做到这里吧。啊下，非常感谢各位的收看，那我们就下一场实况再见面吧。稍微来休息一下，午睡一下啊，晚点见啦，各位，拜拜。